見やすいように系です。今日はフェファ浴というところに来ていて、今回食べるのはチーズがたっぷり入った鶏肉とジャージャンラーメンというジャジャン麺の味がついたラーメンを一緒に締めで食べれるっていう、結構フェファ浴の中でも人気な場所になっています。本当はキムチも食べようと思ってたんだけど、キムチムのお店予約で満席だったので、急遽違うお店、もう一つ行きたかったお店に行くことにしたっていう、それがチキンの今回食べるお店。フェファは本当に美味しい韓国料理屋さん多いから美味しいお店見つけやすいんですよね。それがこちらのお店、メミルヒャングッチブというお店の名前です。それではガチャー。このお店はチキンの専門店で、チキンの煮込み系の料理専門店っていう感じですかね。煮込んだり炒めたりかな、炒めたりする系のチキンの専門店。まあ韓国チキンの揚げたようなチキンとはまた違う場所っていうことですね。そして注文方法は先ほど見せたようにタッチパネル式になっています。まあネイバーのメニューとか見せてご利用くださいと言ってもいいけど、そんなことしてると登場しました、焦がしチーズがたっぷり乗ったチキンです。チキンとトッポッキとチーズっていうすごくシンプルな組み合わせのこちらの炒め料理、これが一番人気のメニューになっています。それでは早速こちらの大量のチキン食べていきましょうか。じゃあもっけすみだ。ちなみにこちらの料理名はタンチーズスンサルっていう料理名で2人前です。チキンとチーズとトッポッキですね。チーズもビヨーンってこんな形でビールチーズになっていますね。トックももちもちっとしているようなトックが入っていて、でトックの量もかなり入ってる方なのかな。まあ2人前ですからね、トックよりもチキンがねかなり量入ってるんじゃないかなって思うかな。そしてこちらに入っているチキンは鶏肉でもも肉の部分になるかなと思っていて、唐揚げとかでも日本の唐揚げですね、でもよく扱われるもも肉の部位じゃないかな。だからプリッとしたお肉の食感があってすごく柔らかくて、チキン食べやすい、いい感じのチキンだなっていうのが第一印象ありましたね。そして味わいなんですけど、辛いかな、うん、辛さはちょっとピリッとしたぐらいの辛さはあるけど、チーズでマイルドな味わいになってるから、そんなにめちゃくちゃ辛いとか食べれないみたいなことはないです。プルダックンミョンの方がめちゃくちゃ辛いので、それに比べたらこれはもう全然甘口ですね。そしてやっぱり先ほども言ったようにチーズが入ってるからね、そんなに辛さは強く感じないかな。でソースはちょっとヤンニョム的なソースなのかなっていう感覚はありますけど、そんなにヤンニョム感も感じないしっていう、まあ普通のソースかなっていうのが正直なところ。そしてチーズは見ていただいたら分かると思うんですけど、結構伸びてるんですよ。ただ伸びてるけど表面はちょっとパリッと焦げてるような感じの表面になってるから、パリパリっとした食感もあるし、ただ中の方は結構ビヨーンと伸びるから、まあ口どけ感がちょっとあるようなチーズになってるかな。でもやっぱりそういったチーズもすぐ固まっちゃうんで、これもね別に火起こさなくてももうすぐ食べれますっていうことだったんで、火起こさないで食べてねっていう感じだったかもしれないけど、だからねそんなすごいガチガチではないけど、まあ固まってる感じかなっていうチーズにはすぐなってきますね。ただこのチーズを使って
もう一つのメニューであるジャジャンラーメン、ジャジャン麺の味がしたラーメンを作っていくんですよ。で、鶏肉も使うんですよ、もも肉も。だからある程度食べていたら、ちょっと3分の1ぐらいになってきたらですかね、全体の。自動的にじゃないですね、店員さんが来てジャジャンラーメンを作ってくれます。だからまあチーズ硬いなとか途中で思ってきちゃうんだけど、そんな硬いチーズもジャジャンラーメンを作ったらもう全部また溶けてトロトロトロとなるんで、そんなに気にならなくなってきますね。で、それが分かってれば別にちょっと固めのチーズっていうのでも全然なんだろう、そんな気にならないです。あとすごい大量にチーズがかかってるっていうわけじゃないので、チーズが邪魔にはなっていないです。だから、まあ、固まってる感じのチーズだけど邪魔じゃないチーズですね。日本とかの韓国料理屋さんで結構ドローっとチーズかけてくれるパフォーマンスとかあるじゃないですか。ああいうの大体すぐ固まるんで、ですごいゴムみたいな固まり方して邪魔になるんで、それに比べたら全然邪魔じゃないです。ここのそしてできました、ジャジャンラーメン。あ、まだできてないんだけどね。これを何回か沸騰、何回か沸騰じゃないですね、沸騰させてお水も入れてまた煮込んでっていうのを全部店員さんがしてくれるので、 できたって言ってくれるので、その時になったら食べましょう。ちなみにこのジャジャンラーメン、そんな深い味は別にないです。あっさりとしたジャジャン麺のタレにラーメンが絡まってるっていう感じ。どちらかというとおやつ感があるような感じのラーメンですかね。ただジャジャン麺の、そのジャジャン麺独特の味わいっていうのが絡まってるし、でチーズのとろっとしたそのコク深さっていうのを感じることができるので、まあいい締めなんじゃないかなっていう料理ですね。まあ、そんな料理とともに今回のお店ミハルヒャングッチブさんポイントもいくつかまとめていきたいと思います。それで一つ目のポイントは、コスパよくチキン、そしてジャジャン麺を楽しめるっていうところですかね。ジャジャン麺っていうかジャジャンラーメンですかね。2人前で3万ウォンで、1人当たり1500円ぐらいですかね、約。で、お酒とかも入れても、まあ、2000円いくかなっていうぐらい。多分焼酎1本を2人で分けてとかになってくると思うので、そう考えたらやっぱりコスパいいかなって思う。二つ目のポイントはチーズが全然邪魔じゃなかったところ。正直チーズ料理だからチーズなんか後で硬くてゴムみたいになるのかなってっていう懸念はありました。でもそれが一切なくて、でかつチーズの強みをこのジャジャンラーメンで活かせてたので、すごく高ポイントですね。最後に三つ目のポイントは、店員さんがすごく気さくなところ。僕も結構話しかけられて喋ってて、であ日本人っていうのに気づいてもらったんですよね。そしてちゃんと動画いっぱい撮ってみたいなことも言ってくれたし、すごく気さくな店員さんで結構温かい場所だなって思った。そういうのもプラスあって、このお店は結構僕の中でも好きな方のお店になりましたね。ということで今回も味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で説明していきます。それで発表すると、味4、コスパ4、接客5、清潔感3、そして総評は推し、友達に紹介したい、友達連れてきたいなって思える推し店になりましたね。チキンも大量に入っててコスパいいし、味もいい方だし、この締めのラーメンもかなり僕好きな方だったし、まあそんなに深いコクが出てたってわけじゃないけど、清潔感はなんかそんなに綺麗にテーブル拭いてなかったのかなっていう感じはあったので、それぐらいかなっていうので3にしたんだけど、めちゃ汚いとかそんなのないので気にならないんですね。何よりも接客が本当に良かって、なんかすごい温かい場所だなとは思いました。だから韓国旅行でも普通に滞在中でもここ食べに来たらすごくいい気分で帰れるんじゃないかなって思います。じゃあもがすすみだ。最近本当にフィファのお店を出すことが多くて、もう一本くらいまた出そうかなって思ってます。さっき言ってた、キムチムだったかな、カルビチムだったかな、を
旅にね行きたいから。それぐらい本当に学生も多いし、そういうのもあって安くて美味しいお店が多いっていうのが印象的ですね。留学生とかもトンデモあたり住んでる方々結構いるような印象を伺うので、そういった方々はもし推しカンクールで食べたいなって思ってたら、やっぱ行ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。にょーん。